はい、皆様、こんばんは。皆様、名古屋大学発、東海地区発メディカルスタートアップショーケースにご参加いただき、誠にありがとうございます。私は本日司会を務めます、リンクジェンの宮田と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いますはい、本日はですね、画面でこれからをお示しするプログラムに沿って進めてまいります。はい、ご質問は、リアルでご参加の方は挙手にて、 ウェビナーの方は休憩機能からお願い申し上げます。各講演後にですね、質疑応答のご時間ございますので、どなたへのご質問か明記の上、ご記入ください。はい、なお、時間の都合上、すべての質問へお答えができかねる場合がございます。また、ウェビナー中の録音、録画、画面キャプチャーなどはお断りしております。事務局,事務局からのお願いでございます。 ウェビナー終了後に簡単なアンケートフォームがございますので、今後のより良いイベント運営内容にするために、ぜひアンケートのご協力をお願い申し上げます。それでは早速、はじめにリンクジェ j 事務局長の高橋よりご挨拶させ上げます。よろしくお願いいたします。え皆さん、こんにちは。リンクジェ j の高橋です。どうぞよろしくお願いします。 あの、まず冒頭簡単にですね、リンク J の紹介をさせていただければと思います。あの、リンク J はですね、あの、イノベーションエコシステムの情勢を目的として活動している、まあ、ノンプロフィットで活動している団体となります。おかげさまで、設立より7年近くは経ちまして、かなり皆様にも認知をしていただけるようになってまいりました。今、会員ですとざっとすると、650名を50、まあ、 会員ですのでね、あの、法人とかの方々がほとんどなんですけども、まあ、超えてまいりました。多くの大学、研究機関、または、えー、企業、ベンチャー企業、まあ、様々な方が参加をいただいております。で、昨年はですね、実にあの、800を超える、まあ、イベント、ウェビナー、セミナーがですね、我々のプラットフォームを通じて発信をされておりまして、まあ、ざっと20万人ぐらいに近い方々が、何らかの形で、まあ、我々、 ととの接点があるいいう形にもなってまいりまりしたで、まあ、我々実はこういうウェビナーとかですね、こういうことで知っていただくことも多いんですけども、実はその他にですね、様々な活動をしております。まあ、ピッチイベントだったりですね、アクセレータープログラムのようなものを支援をすること、またはいろんなベンチャーさんが海外に出ていくお手伝いをする等々もしております。で、そういう中でですね、またこれから我々もどんどん、まあこれを継続的に頑張っていきたいなというふうに思っています。 さて、今日のトピック、スタートアップショーケース、メディカルスタートアップショーケースということで、新しい取り組みとして、ステーション AI というのをご紹介をまずいただいて、その後に6社のスタートアップの皆さんのお話を伺えるということでですね、比較的今までも名古屋関連、名古屋大学の皆さんとは4回ほど、これが4回目になるんでしょうか。そういうイベントになります。そういう中で、 まあ、今回のようにスタートアップの皆さんを紹介していただけるというのもまた非常に楽しみにしているところになります。でやはりこういう興味も非常に高くてですね現時点で200近い方々の登録をいただいております。そして今回はそのハイブリッドということで現地にも多くの皆さんにご参加をいただいておりましてまあ 現地参加の皆さんに関しましては、この会の後にネットワーキングの機会というものもありますので、ぜひそういうものを通じて皆さんのネットワークをさらに広げていただくところにつながればなというふうに思っております。まあ、以上、あの簡単ではありますけれども、冒頭、あのリンク J の挨拶と会させていただきます。今日はよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。それでは続いて、名古屋大学学術研究三学館連携推進本部、メディカルイノベーション推進室の勝野先生よりご挨拶いただきます。勝野先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。そして初めまして、名古屋大学のメディカルイノベーション推進室、 の出張をしております勝野と申します。あの本日はあのたくさんの方お集まりいただきましてまたたくさんウェブに、えー、にも入っていただきましてありがとうございます。あの私どもメディカルイノベーション推進室というのはまだ2年ほど前にできました名古屋大学の医学系の産学間連携を推進するユニットでありましてあの先ほど高橋さんから高橋様からもご紹介いただきましたようにこのメディカルイノベーション推進室とリンク J のコラボイベントをこれまで3回行ってまいりまして、本日が4回目のイベントとなります。で、まあ、これまでは全てあのオンライン、ウェブで行ってきたんですけれども、今回4回目にしてようやくあの対面で皆様のあの顔と目を見ながらお話しすることができるということで、ようやくこういうことができるなということで、あの非常に今日は楽しみにしております。あの本日先ほどこれもご紹介いただきましたように、まず最初に 来年、名古屋大学の医学部の目と鼻の先、鶴舞公園というところで開業します、ステーション AI についてご紹介いただきまして、その後、名古屋大学発、あるいは東海地区発のスタートアップの方、6社の方からお話をいただきます。最後には、ちょっと皆さんで集まっていただいて、総合討論をして、その後交流会という流れで進めていきたいと思います。本日どうぞよろしくお願いいたします。 続いてのプレゼン。ここからは、あの、6社のスタートアップの方々に順にプレゼンしていただきます。まず、最初は、株式会社ユーリアの代表取締役でございます。水野翔吾様でございます。で水野様、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。もう始めちゃった。 はい。えっ、ー、と、2分でわかる簡易,速簡易迅速尿検査、いわゆるポクト検査をやっています、ユリアの水野と申します。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、これ、セルフ検査市場の図になるんですけども、えっ、ー、と、セルフ検査市場って、医療費の削減とかに効果があるって言われてまして、年平均4.5%に伸びる成長産業だっていうふうに今言われています。 で、その成長産業をつかもうと、遺伝子がわかるとか、病気がわかるとか、もうお家で健康診断ができるとか、めちゃくちゃ、今こう、郵送検査っていうのが市場に立ち上がっているんですけども、これすべて総括して、病院に行くよりも現状高いっていうのと、あと、その、今、検体を自分で採取して、ポストに投函していって送らなきゃいけないので、あの、結構めんどくさい。 でさらに結果が返ってくるまでに、えっと、2週間ぐらいかかるので、えっと、時間がかかるっていうことで今こう病院に行かなくていい以外のユーザーメリットが出せてないっていうふうに我々は感じています。なので我々は、えっと、病院で検査するより安くスマートフォンで撮影するだけで2分で結果がわかるっていうところを提供価値に今サービス開発をしています。 で、我々が展開するサービスが、えっ、ー、と、こういった、このサービスになるんですけども、この検査キットの中に試験紙とか、えっ、ー、と、クロマトがたくさん入ってまして、えっと、ここにまず尿をかけていただきます。で、尿をかけていただくと、試験紙の色が変化しますので、その色の変化をスマートフォンの画面で読み,読み込みましてで、読み込んだところを、えっ、ー、と、アップアプリ上でスマートフォンに結果を出すっていうところで、すぐその場で分かるっていうサービスを今作っています。 で、我々が分かる項目が、えっと、一般的に健康診断で使われるような健康項目と、あと、こういった栄養項目っていう、健康状態と栄養状態がすぐ見えるっていうサービスをやっています。で、えっと、ごめんなさい、名古屋大学じゃなくて、ちょっと本当申し訳ないんですけども、我々の得意性の一つ目は、えっと、東京大学と共同研究で作った、えっと、独自ロジックっていうところになります。なので、この栄養素っていうのは、我々は独自ロジックで、今出せますっていうのが我々の強みの一つ目です。で、次に二つ目が、えっと、 試験紙の色って光の影響とかで見え方が全然違うので、そのどの環境でも一定で撮れるような AI を作りましたっていう、この二つが我々の得意性になります。で、我々はこのサービスを、えっと、パーソナルサービスを展開したい企業に向けて OEM で検査の展開を行っています。で、えっと、こここで、えっと、企業と一緒にタイアップして OEM で提供しようと思ったところなんですけども、 えっと、我々すごいたくさんの企業さんからお問い合わせをいただいて、その企業が抱える悩みをなんか3つ総括すると、大体データを用いた商品開発がやりたいっていう、もう商品がこれ以上伸びしろが結構頭打ちに来ているっていうのとか、 あと、新しい体験をさせなきゃいけないとか、あと、今度、パーソナルにどんどん切り替わっていくので、そこをや,っとやりたいっていう企業様がものすごく多くて、そこに今、我々が裏側に入って、作るっていうサービスを研究から一貫して、今、我々は提供しています。で、この提供しているのを、今、大手の食品メーカー様であったりだとか、家電メーカー様、保険会社、商社とか、ヘルスケア企業とか、さまざまなところに今、導入していまして、その企業の OEM 提供っていうのを今、一緒に作っているような状況でございます。で、この企業とどん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 進んでいく。 いくと我々には、えっと、尿のデータがたくさん集まってくるので、我々としては、えっと、今は、えっと、企業と一緒にやってるんですけども、我々としてはその集まってデータをどんどん解析することで、が、え、ん、っと、とかアルツハイマーっていう病気が分かったりだとか、今、既存の尿検査っていうところを、えっと、置き換えて、対外診断薬にして医療機器として攻めていくっていうことを、将来的な成長戦略として捉えています。 で、今この成長戦略をするために、本当にじゃあ医療現場で使えるのかとか、今の現状の代替になるのか、みたいのを、えっと、名古屋にある名古屋ガーデンクリニックさんと、名古屋大学医学部さんと、今3社で共同研究をしてまして、ここの医療転用を今目指しています。で、これが、えっと、我々が目指している世界観になるんですけども、尿検査って、あの、100年ぐらいも変わってなくて、戦前から変わってないんですよ、やり方が。 の、なんですけど、ここを、えっと、僕たちが新しく、もう僕らは尿検査 DX って言ってるんですけど、尿をアップデートすることで、このセルフ検査って言われる病院に行く前に、まず検査をするっていうだけじゃなくて、今こう診断もオンライン診療にったりとかしてるんですけども、オンライン診療も結局診察しかできないので、今僕はオンライン診察だと思っていて、これが検査ができることでオンライン診療になったりだとか、通院をもっと楽にして継続率、糖尿病人の継続率が上がったりだとか、 あと、あの、マススクリーニングでも、この安く大量に早く分かれば、いろんな方が分かることができるので、面を取れるので、マススクリーニングができたりだとかすると、えっと、尿検査の形が変わっていくと思っていて、そういうことを僕たちは実現したいと思っています。で、えっと、僕たちは今、えっと、プレイラウンドの資金調達を、えっと、目指していまして、えっと、6月に、えっと、資金調達を、あと、スタート、6月までに資金調達を実施しようと思っています。で、そこから1年間かけて、シリーズ A の資金調達をやろうと思っていますので、もし僕たち のえっとビジョンとかに共感いただける方がいらっしゃいましたあのいらっしゃいましたらぜひともお声掛けいただけますと嬉しいです。はい、以上でえっとユリアのプレゼンを終わります。ご清聴いただきありがとうございました。皆様どうもありがとうございました。えー、ご質問お願いいたしぜひお願いいたします。まずあのウェブから、えー、来ていますので、えー、読み上げます。適切な条件で検査されたのかのチェックはどのように考えておられますか。 はいえっと、適切な条件っていうのが、えっと、どういう条件を指すのかが例えばあの臨床検査なんかですと、やはりおしっこを取ってすぐ検査した場合と、例えば、はい、おしっこと、まあ、あまりないことかもしれないけど、おしっこを取ってそのまま1時間、2時間ほっといてから検査しましたみたいなので、はい、だいぶ精度が違ってくると思うんですが、そういうまあ精度管理、検査の精度管理っていうことだと思います。はい あ,ありがとうございます。えっと、現状は、えっと、もうすぐ取ったものを、中間尿を出してもらうっていう、ユーザーとの、ま、信頼ベースでやっているので、僕らはヘルスケアだと思っているんですけど、今やってるんですけど、確かにそういった課題とかがどんどん上がってくると思うので、その課題を今、名古屋大学さんと一緒に潰していって、この場合どうしようとか、じゃあ、クレアチに分かって補正したらこれいけるんじゃないのとか、まあ、いろんな条件があるので、そこを今、名古屋大学も先生にお力を借りながらやっているような状況でございます。 もう1つのご質問は、病院で実施する一般的な尿検査、まあ、人間ドックなどと比較して、検査できない項目や感度が低いといったような課題はございますでしょうか。 はい、えっと、病院で、えっと、検査できるので、試験紙で検査できるのはほぼ僕たちであの全てできると思っています。で、病院と精度がどれぐらい違うのかっていうのだと、今病院ってこう紙コップに取ったのを試験紙につけて人の目で見てとか機械に入れてっていうところで、えっと、こっちの精度が高い、えっと、人の目の精度が。 どうか、まずは分かんないんですけど、えっと、一応、その、あの、病院でやるような危機器と、うん、えっと、僕たちの検査の、こう、合率みたいな、突合率みたいのを、今、測ってると、一応 98.、98.7%ぐらいはあって、まあ、ほぼほぼ同精度だと言えるんじゃないかな、というふうに思っています。ただ、医療危機器になると、もっと超えない課題がいっぱいあるので、今そこに、あの、病院の先生とかの知見を借りながら、病院さんの力を借りながらやっているというような状況でございます。 ありがとうございます、えーっと。3つ目のご質問です。尿検査結果はどのように表示されますか正確な結果になる場合、薬事規制にかかりませんかというご質問です。はいえー、っと薬事規制にあの栄養検査の場合かからなくて、えーっと、栄養検査の場合かからなくて、健康項目の場合は、えー、っとかかると思,思いますで。どういうふうに表示されるかは、えー、っと最初の画面に戻るんですけども。うん スマートフォンで画像を読み込んだら、そのまま画像解析しまして、スマホ上に結果が出るっていう仕組みになってます。はい、ありがとうございます。その他いかがでしょうかご質問、フロアからももしあれば、ぜひ。あ、どうぞ。あ、大変面白いあのいビジネスで、ね、面白いなと思いました。で、ちょっとこれコメントだけなんですけれども。はい まあ、例えば臨床情報を一緒にこう集めるみたいなことをすると、すごい膨大な重要なデータが得られると思うんですね。で、それに、またそれを研究したりして治療法の開発につながるとか、かそういったような計画とかっていうのはあったりしますか、まあ、はい、えっと、今こう取り組んでいる企業様なんですけども、あの、ちょっとこれあの、 ほとんどが上場企業様なので名前伏せさせてもらったんですけど、この上場企業さんの中で食品会社さんは、えっと、そういった使い方をあのしていこうっていうことを言っておりまして、そこはもう今、あの多分来月プレスリリースが出るんですけど、まあ、あの業務提携して、はいあの、そのような使い方をあのやっていこうと思っているところでございます。ありがとうございます。はい、その他よろしいでしょうか。あどうぞあ、えーと。同じ列の資料の方。 これはの、病気の発見ですかそれとも健康状態の管理ですか目的は何なんでしょうかはい、えっと、目的は、えっと、その検査キットの種類によって変わると思うんですけど、えっと、栄養検査の場合は、えっと、健康が、えっと、目的になります。場合は、ではなくて、 ビジネスとして、どれを目的にされますかというのが質問なんですが、ね。はい。えっと、ビジネスとしては、えっと、いろんな出口があると思うんですけども、えっと、まず、えっと、この大手さんの裏側を作るんだったら栄養なのでヘルスケアが目的になりますし、先ほどおっしゃっていただいたような、えっと、臨床をやったりだとか、えっと、医療で転用しようとなると、えっと、医療が目的になりますね。 あ、どの程度の、もう、もう一回いいですか。はい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 。あ、そうですね。僕はえっと、日本で一番優秀な医者が見てくれていると思っていて。あの、そこにいる大山先生ので、ぜひ聞いてみていただけると、いろいろわかるんじゃないかなと思います。 えっと、これでビジネスがわかんないっていうのが僕的によくわかんないんで、その質問がちょっとわかんないんで、まだはい。はい。はい。あ、そうですね。決めて、決めてます。はい。い<や>あ、そうなんですね。ありがとうございます。はい。あの、また後で交流の時間もございますので、あの、 えー、細かい話はまたそこでもしていただきたいはい、ありがとうございます。最後の質問1個だけ。はい、OEM で尿検査によるデータがメーカーに渡る場合、それは PHR が提供されることになるのでしょうかえっと、そこら辺は現状ならないと思っていて、えっと、そもそも僕たちって個人情報を持っていなくて、えっと、尿データだけを、尿データというか、試験紙の、えっと、色素データだけを、えっと、持っている状況になっていまして、それをメーカーに渡ししているので、ならないんじゃないかなというふうに考えています。 はい、ありがとうございます。そこはよろしいですかね。はい。また後で、あのー、総合討論もあります。あ、もう一件、ごめんなさい、ごめんなさい、見えなかった。はい、どうぞ。 ちょっと一点だけ、えっ、ー、と、はい、OEM としてやっていくのか、それともそのなんか、先ほどの質問なんですけど、その、いわゆる検査機器メーカーを目指すのか、それとも栄養検査メーカーを目指すのか、ど,どういったあれですか最終ゴール、どっち目指しますかあ、えー、と最終ゴールは、えーと、自分たちでやる、あの、A 研科学さんの、えっ、ー、とあの、あの、IT 版を僕たち目指してるんですけど、えっ、ー、と、セルフ検査って、あの、そもそも、あさっきのあの,あの、遺伝子とか、あれ、ほぼ僕たち、あの、一番初めやってきた時まで研究室が、なんかもうほぼ売れないんで、えっ、ー、と、それをまず売るために足元のお金を稼ぐために、OEM でやって、データを集めることで、そっち側にどんどん流れ 時間軸としては、どのくらいのイメージで考えてますは時間軸としては、えっと、まず最初に、えっと、2024年の、えっと、1月までに自社の病気系を販売しようと思っていてで、その次の、えっと、2024年の12月で調達してから、えっと、どんどんそっち側の、えっと、医療の方に流れていこうと思ってまして、25年以降、25年以降にその医療、いわゆるその医療メーカー、検査機メーカーとしてやってきたと。ういうおっしゃる通りでございます。わかりました。りしたはい、ありがとうございます。いますはい。では、水野様、どうもありがとうございました。 最初からの結構ヒートアップしている感じがしますけども、続いてえ第2社目といたしまして、ジークス株式会社でございます。ジークス株式会社からは、代表取締役社長 CEO でございます。えー、村上海一様からお話しいただきます。村上様、よろしくお願いいたします。はい。皆さん、こんばんは。ジークス村上と申します。 まず、あの、簡単に私たちの、えー、会社紹介からです。えー、私たち、名古屋大学と名古屋工業大学のメンバーと、あとは、まあ、99年、98年生まれの、あの、かなり若い世代でやっております。で、最近、あの、CSO として、あの、結構学生企業で事業売却を何何個かやってるようなメンバーもジョインしております。あと、アドバイザーとしてインターシステムズの、あの、日本統括の、えー、やられていた上松さんであったりとか、あの、多くの先生方に、えー、参画いただいております。 私たちのミッションはシンプルな仕組みで分け隔てなく最適な医療を届けるというミッションを掲げております。あの医療者と患者さん、圧倒的な医療リテラシーの差がある中で、行動の危険、あくまでアクションを起こすというところが患者さんに依存しているというのにすごく個人的に違和感を持っているので、患者さんに医療を届けていくような、そういったような仕組みを作っていきたいということで、創業しております。 その第一歩としてですね、私たちが作っているプロダクト安養というものなんですけど、育児中の女性医師の在宅時間と家族世帯というのをオンライン診療でマッチングするようなプラットフォームになっております。はい。課題としては、昨今、女性医師の比率が伸びている一方で、35歳までの離職率44%ということで、かなり現場を離れざるを得ないようなドクターが多いということが現状としてあります。 また、あの、患者さんの課題として、共働きの増加によって、日中時間がなくて病院に行けなかったりとか、家族、各家族が、まあ、あの増えているので、まあ、周りに頼る人がいないっていうような現状があります。そこで、あの、育児中の先生方であったりとか、あの、現場離れた先生方の在宅の時間っていうのと、あとは、患者さんが、あの、オンライン診療という形でマッチングするような プロダクトマーケットプレイスを作っておりますで。患者さんの機能はもうすごくシンプルでアプリの方から予約していただいてビデオ通話して、まあ、あと服薬指導を受けていただいたらお薬が最短翌日届くような形になっております。ドクターもあのパソコンでできるんですけど、まあ、僕たちは 先生方が一番こう価値を発揮するところは診療だと思っているので、まあ、診療以外のタスクっていうところは発生させないような、まあ、そういったようなシステムを構築をしております。なので診療だけに集中ができるので診療効率が格段に上がっているような状態です。はい。まあ、実際2月からですね、あのベータ版っていうのは稼働し始めて、まあ、診療枠数も増えておりますし、診療実施数も着実に成長しております。 はい、現在あの、登録されているドクター7名いるんですが、まあ、妊娠を機だったりとか、育児を気にというところで、えー、ジョインいただいている先生がほとんどです。で患者さんも2月からスタートしているんですが、リピート率32%というので、かなりこうヘビーユーズされているような方々もいるような形です。はい、で私たちのビジネスモデルは、診療報酬の心理保 約40%ですね。大体40%をいただくようなビジネスモデルを提供しております。で先生にも診療保酬の10%が、えー、インセンティブとして入るような、えー、座組みになっております。はいで。僕たちの強みなんですが、まず第一にこう医師の働きやすさ、もう最短1時間で自宅から稼げる、気軽にシフトを組めるっていうところを提供しております。まず診療効率の高さっていうところで、あのーまあ、診療だけをやればいいっていうところが、まず、あのー、強みになっております。 はい。で、今後の、あの、プランなんですが、患者獲得ということで、子育てイベントだったりとか、保育園と連携をしていく。まあ、実際保育園とは、あの、大手さんとのお話も進んでおります。で、今後は学会だったりとか、あの、そういったところにも顔を出していこうと思っております。はい。 で、今回、あの、プレゼンさせていただくにあたって、今、シードファイナンス動いておりますので、あの、ファイナンスで、あの、ちょっとディスカッションさせていただけたらなっていうのと、事業提携の相談とか、あの、やっぱりオンライン診療だけだと、あの、まあ、口頭だったりとか、だけだと、こう、限界があるので、例えばデバイスを用いて、まあ、あの、より診断精度を上げるだったりとか、まあ、そういったようなことで、あの、事業提携できたらなというふうに思っております。はい、ご清聴ありがとうございました。 はい、えー、村上様ありがとうございました、えー。ではご質問ございましたら、ぜひウェブからもリアルからもお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。これ、あのダイバーシティと考えると、女性に限る意味はあんまりないような気もするんですけど、男性の方はだめなんです、はい、いや、あの別に絞っているわけではなく今も男性のドクターはいるんですけど、まあ、よりこうあの分,か分かりやすいというか、一番こう課題があって、すごくこう、 まあ、診療時間とかも開けてもらっている方々が今、女性医師が多いので、まあ、そういったあの現状から、女性医師っていうふうに僕、まあ、こう、メッセージングしているような形になっています。はい、じゃあ、オンラインから2つご質問あります。まず1つ目ですけれども、オンライン診療に適さない疾患もあると思いますが、振り分けはどのように考えておられますかえっと、ここに関しては、あの、事前問診の段階で、ある程度ドクターの判断で、あの、まあ、例えば、 もうすぐさん、すぐ病院行った方がいいだったりとか、まあオンラインでは限界があるってことであれば、まあ私たちの方から、まあその胸を患者さんにお伝えするっていう形で、あの事前問診のところである程度フィルターを取ろうというふうにはしておりますし、実際それも数件起こっているので、はい、あの、そういう形でやっております。 はいえー、次の質問は、他のオンライン診療サービスとの差別化は何でしょうか、えー、女性医師になどに、女性医師などに特化したものはもうすでにあると思いますが、という質問です。ありがとうございます。あの、ここ、まあ、大きくこう、オンライン診療の、あのー、 まあ種類として2種類あると思っていまして、本当に隙間時間とかバイトでやるようなものと、あとは医療機関が導入するものの2つがあると思っています。まず、医療機関がやるものとは圧倒的に全然違うっていうのと、あと、個人がの隙間時間でやるっていうものと違うところは、診療効率が僕たちの独自のシステムでかなり上がっている、他のところに比べて効率がいいっていうところが挙げられるんじゃないかなというふうに思っております。 はい、ありがとうございました。フロアからご質問ございますでしょうかよろしいでしょうかじゃあ、はい。お一人だけじゃあお願いします。あ,ありがとうございましたあまあの。大変面白いサービスだと思うんですが、ちょっと近い将来の懸念として、はい、やっぱり患者数が増えてくると、医師の確保というのがすごい難しくなると思うんですね。ではい、当直とかの往診、緊急往診とかでサービスをされている会社が、 いくつかあるんですけども、はい、やっぱり人が足りてないらしいと、あの意思が足りてないらしいということが、なんとなく漏れ聞こえてくるので、なんかその辺の工夫が今後必要なかなと思いました。ありがとうございます。はい。いや、もう本当におっしゃる通りで。はい。そこは、まあ、今後僕たちもともと AI とかディープラーニングの研究開発やっていたバックグラウンドがあるので、まあ、そういった、あの、まあ、技術力っていうのを生かして、まあ、できる限りこう、精進化していくような形にできるんじゃないかなと思っております。 まあ、例えば報酬の面とかですね。<laughs> もしくは時間を細切りにするとかですね。<laughs> なんか、そんないろんなアイディアがあると思うんですけど。うん、あの、まあ、またご相談ください。あ、ちょっと、また、はい、よろしくお願いします。教えていただけると嬉しいです。<laughs> はい。えー、では、あの、ジックスの村上様、ありがとうございました。はい。では、次の、えー、スタートアップさんに移りたいと思います。第3社目でございます。 えー、JPMD コンサルティング株式会社から、えー、代表取締役の近藤直秀様です、えー。近藤様よろしくお願いします。JPMD コンサルティングの近藤と申します。えー、と私の会社はですね、えー、と主にまあ一番にあるようなヘルスケア産業向けのアドバイザリー業務っていうのを、まあ、今注力してやっているというところであります。 で私は何者かという話なんですが、まあ、バックグラウンドとしてはもともと脳神経内科の臨床医でして、でかつ、まあ、研究も基礎研究も少しやったりとか、あとはまあ産業医、それから、えー、製薬企業のメディカルドクターなども経験をしています。でただ、遡ってみると、まあ、学生時代から結構人に教えたりとかですね、あの小学校の時はクラスの方に勉強を教えたりとか、 で、大学時代はちょっと塾経営をしたこともありましたので、まあ、そういった教えるっていうのが結構自分の根底にあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、えっと、私の会社の経営理念としては、まあ、経験を社会と次世代に還元するということで、まあ、今言ったような、まあ、教えるというようなことですね。まあ、こういったところで貢献、あの、社会貢献できたらなっていうふうに考えております。で、現在注力しているプロジェクトは、まあ、大きく分けて、創薬支援と、それから教育コンテンツ事業というのがありまして、 まず、創薬支援に関しては、私は昨年までですね、アステラス製薬という製薬会社で働いてたんですけれども、あの中に入って働いてみてまあ分かったこととして、創薬の初期段階ですね、要は基礎研究の方が新しい薬を見つけようと非常に頑張っておられるんですが、なかなかその医療現場からのインプットっていうのが入りにくい状態があります。で、製薬企業の研究者から医師へのアクセスっていうのが かなり難しくてですね。で、何か開発しようとか何か意見を聞きたいってい時は、もういろんな人の骨を使って聞いて、で、なんとか繋がって、で、その1時間の外部の先生との会議のために、 何時間も何時間も会議を重ねて、粗相があってはいけないみたいな感じで、まあ非常にこう疲弊しながらやっているような印象がありまして、で、そういうのはちょっと良くないんじゃないかというところがちょっと感じていました。で、であれば、あの、私その社内にいた時にですね、結構その基礎研究の方から、まあちょっとこのデータ見てほしいとかですね、あとはまあ、臨床現場でこれ使えそうですかとか、いろんなことをまあ聞かれたっていうこともありますので、まあ、あの、まあそういった研究者の方が、まあ、あの、 気軽に相談できるようなサービスをしたいというところで、市場にあるような臨床医に気軽に相談できるサービスっていうのをまず、これは現在も進めております。あとはですね、やっぱり臨床医ということで、 患者さんも見てますし、医療従事者の方と一緒に働いてますので、どんなものを求めているかとかですね、そういったものをある程度俯瞰してみれるという立場ですので、そういったことも進めておりますし、3番目としては、自分の専門ではなかったりすると、やっぱり現場のことを知らない面もありますので、私の信用のおける医師につなげたりとかですね、そういったこともしております。 で、これまでに実際に、これ全部は読みませんけれども、実際に相談を受けたこととしては、まあ、例えば扱っているモデル動物は実際の患者さんを反映しているでしょうかとかですね。それから、あと、ま、新、ま、ある病気の診断から治療の流れ、どの、どのところに介入していくと、まあ、効率よく治療ができるかとかですね。それから、この治療薬の投与方法はこれで臨床で使えそうですかとかですね。そういったことを、ま、聞かれるということですね。 で、それに、まあ、初期の段階から意見を言うことに、臨床医として意見を言うことによって、まあ、より、え、患者さんにとっていい薬ができるというふうに考えておりますで。えっと、もう一つですね、これはちょっとまだサービスとして始めていないので、あの、ちょうどガンテチャートをお見せしますけれども、まあ、自分のこの、まあ、将来的な目標なんですが、気象疾患ですね。あの、近年、まあ、あの、遺伝子治療っていうのがだいぶ発達してきまして、気象疾患えこう、 あの、まあ、研究、治療薬の研究を進めているという段階です。で、あの、文献とかによりますと、2万種類遺伝子治療が、あの、治療疾患があるというふうに言われていますので、まあ、この点に関してもいろいろ課題があるんじゃないかなと思っていました。で、現状としてはですね、例えばあの、アメリカで治験をやるといったときに、じゃあ日本の患者さんどこにいるんだと。 じゃあ、5人入れたいってなった時に、じゃあ、その5人はどこにいるんだっていうことで、そこから始まるんですね。でそうすると、アメリカからはですね、もういいよと、あの、ヨーロッパからもらうからいいよということで、日本が知見からどんどん遅れていくというような現状を目の当たりにしてきまして、それではいけないと思ったので、えー、まあ、もちろんですね、闇雲にあのどの疾患も情報を集めるってことは難しいと思うんですが、まあ、より薬に近い段階のものに関して、 まあ自身のネットワークとかですね、いろんなことを駆使して、まあまず情報を集めるというようなことを、えー、サービスとしてやっていきたいなというふうに考えております。で、えっ、ー、と、ちょっとお時間いっぱいになったので。で、これはちょっと簡単に説明ですけれども、まあ今言ったようなサービスはあんまりこうマネタイズが難しいような事業でして、まあ若干俗人的なところもあるんですね。で、一方で、まあ教育に興味があるということで、えっ、ー、と、2つのサービスを今、あの、作成中です。 一つは医師レクと言い,いまして、訪問診療クリニックですね。私もあの訪問診療を結構長年やってきたんですが、えっと、やっぱりこう、訪問診療クリニックがどんどん今増えてるんですね。やっぱり高齢の方が非常に多いので、とても見切れないような状態が続いています。ただ、あの、求人を出したときに、 もともと看護師さんとかですね、もと医療関係者っていうのはなかなか集まってこなくてですね、大体がそれ以外の職種の方から転職してくるというような状態があります。ただ、まあ、医師の先生も忙しいので、なかなかそういう方に基礎的なあのレクチャーとかですね、なかなかできないというような現状がありますので、まあ、簡単に言うと僕がその往診に行く車の中でスタッフの方にここはこうした方がいいよとかね、気をつけた方がいいよっていうようなアドバイスをですね、これを動画のコンテンツにして、まあ、研修を受けていただくと。 でそうするとやっぱり日本の在宅医療の質が担保されてきますので、あとはまあもちろんその医療安全の面でもですね、まあそういったまあ僕らが本当に若い時に、18歳の時に医学部で習ったようなベーシックな内容をこれから訪問診療に参入してくる若い方々にまあ教えるというような事業になっています。で、もう一方はですね、あの転ばぬ先の杖というあの事業なんですが、私はの一方で産業医もやっておりまして、で産業医をやっていると、 え毎月あの安全衛生委員会という委員会があって、それであのいろんなあの案件を会議するんですが、その時に産業医講話っていうのがありまして、いわゆる夏だったら脱衣症に気をつけましょうとかですね、いろんなその産業医の講話をするんですけども、大体がそこに来ている偉いさん方だけにあのお伝えして終わるというような現状がありまして、やっぱり現場で活躍してる あの、一般の社員の方にそういった健康に関するリテラシーをですね、あの、上げていただきたいというような目標もありますので、まあそういった意味で、こんあの場の先のついっていうものは、まあ一般企業向けに、まあ、人事とかそういった健康、あの、経営に向けた、まあ動画のコンテンツですね、こういうのもちょっとサービスとして、あの、出していきたいなと思っています。で、計画としては、まあこちらでマネタイズしたものをですね、先ほどの気象疾患リサーチの方に、あの、お金を回せたらいいなっていうふうに考えております。以上です。 えー、近藤さんありがとうございました。えー、質問来ております。課題に対応するアドバイザリーボードのようなシステムは考えておられますかあ、ありがとうございます。そうですね。あの、実際にはもう現状でもですね、アドバイザリーボードっていうのは、あの、やられているんですけれども、やはりあの、まあ、いわゆる KOL と言われるような、非常にこう、キャリアの高い、 あの、教授の方とかですね。そういった方に、あの、ま、意見を聞くんですけども,も、ちろんそちらも非常に大事なんですが、もっとよりレベルのですね、簡単なもの。例えば、これとこれどっちがいいみたいな感じですね。その、なかなかフランクに聞けないような、フランクに聞かなきゃいけないような内容のことを、まあ、あの、我が社で、あの、サポートしていきたいというふうに考えています。多分今のご質問、私、ちょっと、あの、推測するに、あの、先生の、ええー、 あの、トコさんのその専門分野以外の質問が来ちゃった時に、なんかアドバイスしてくれる人はいるんですかっていうような質問なのかなと思ったんですけど、それはどうでしょうかあそうですね。あの、先ほどもちょっと触れましたけれども、 あの、基本的には私のあの、せ、あの、信頼のおけるネットワークを通じて、あの、以前にあの、一度そういったこともしたことがあるんですが、研究チームと、その、ある分野の専門家っていうのをつなげるというようなことも、あの、実際にちょっとやっていまして、はい。まだあの、そんなシステム化はされてないんですけれども、そういったことはやっております。はい。その他いかがでしょうかご質問ございますでしょうかさっきのあの、石レクっていうのは、えっと、肛門、 看護、訪問医療をする、えっと、そうですね、基本的にはそれを想定して作ってるんですが、ただ、看護師の方もですね、やはり自分が専門としていない看護領域に関しては、知識が乏しいので、 例えば、訪問診療に向かう先の患者さんが、まあ、ある、A という疾患であれば、A という疾患、A という疾患の注意事項とかですね、そういったものを車の中で説明してから行くっていう結構ありますので、おそらく少しこう、レベルの差はあるにせよ、えっ、ー、と、幼児者の方にも向けても作れるのかなっていうふうに考えています。はい。ありがとうございます。あの、一点だけコメントだけさ,あのさせてください。あの、気象疾患の あのことをいろいろ考えておられるリサーチ。これ、あのですね、私が知る限り、小児学会とか、小児循環器学会とか、あと私が所属している神経治療学会なんかの学会も、こういうサービスを今、サービスというか、企業とのこの、えー、タイアップでフィジビリティ調査するっていうような、あのことを始められていると思うので、そういうところとなんかうまく連携されてもいいのかなと思いました。ありがとうございます。はい。では、近藤様、ありがとうございました。 ではおつ、次のスタートアップに移りたいと思います。お次にお話しいただきますのは、株式会社アイコアネット研究所でございます。アイコアネットからは CEO、そして、かつ共同創業者でございます、秋田俊明様からお話しいただきます。<laughs> では、秋田様、よろしくお願いいたします。 アイコト研究所の秋田です私たちは心臓形状矯正ネットで重症心不全治療及び致死的不整脈に革命をもたらそうとすることを目指しているアカデミー発のベンチャー企業です。私たちは重症心不全及び致死的不整脈に対する革新的なですね製品2つを持っていてともに無法性コンピュータ向けを用いて設計製造を行います。 本日は臨床研究3例、p e ース o n in Human s t 3で終わっている重症心不全治療のことをメインに話し、より市場が大きい知死的不整脈の製品については、後で簡単に説明いたします。重症心不全における現行治療の問題点、これはですね、末期心不全では心臓移植と補助心臓装置、この2つのみが有効な治療です。 しかし、心臓移植では、えー、圧倒的なドナー不足で適応が著しく制限されますし、補助心臓掃除では極めて高額、かつ重症な重症、えー、合併症が高率に発生するという問題点があります。有効で、かつ広く使える治療法が求められているわけですが、その解決策が私たちのこのテーラーメイド方式心臓、えーえー、テーラーメイド方式の腐湿構造軽減心臓形状強制ネットです。で、このようにですね、 これはファーストインヒューマンのスタディですけども、右筆部分は非常あのよく動いてますけど、さっそくしっかりサポートする製品です。どのように作るかですが、下の図のように患者の心臓画像から3次元モデルを作ります。そこと圧データを組み合わせることによって、アミキ用の型紙を作り、個別に設計、製造します。さらに装着ツールを用いることで、短時間停止演習で手術が終了します。 作外審査指定制度に指定されていて、国からも早期の実現が求められています。まず左の図は、ファーストインヒューマンの3例の術後半年の心臓カテデル検査ですが、術 <coughs> 前の高度受血が著名に改善しています。ケース2、3では新発量も増えて、正常の血行動態になっています。 6分間歩行距離においても術後早期に改善し、1年を超えてそれが維持されています。最も客観的な運動対応能の指標である最大酸素摂取量の改善を見てみるものですけれども、最近、欧米で承認されたオプティマイザースマートシステムよりもですね、3倍以上、3.5倍もの改善が得られています。この改善においてはです、ね、制限後の改善も期待できる数値となっています。 開発機器のロードマップをしますすでに非臨床試験を終えていて特定臨床研究が終わりました。現在 AMED の支援にて探索的意思指導治験が全国大学で行われています。本年令和5年度以内にですね、検証的治験を開始したいというふうに考えています。昨画審査指定制度の支援を受けながら2026年の認に。 26年度内の販売開始を目指しています。現在、アムダップの補助事業に採択され、これで知見を行っていきます。これは国内外の販売目標を示したものですけれども、日本国内においては約40億円の市場ですが、非常に補助心臓装置と違ってですね、 特別な手術設備やトレーニング必要としませんので、グローバルサウス市場においても広く受けられる製品と考えていますので、最終的には全世界で400億円以上の市場売り上げを目指します。質 <laughs> 的不整脈に対するこの導電性繊維付きの電極ネットについて説明します。 このような知識的不正脈においては植え込み型除細動装置が売えられるわけですけれども、この問題点として、極めて高エネルギーの通電、800V35J というものを必要とします。とても意識過は耐えれませんので、意識を失ってからの除細動という通電を行うわけですけれども、これ、心筋障害をもたらします。意識を失うことが前提の治療にもかかわらず、実際に通電が行,行われた患者さんの40%が経験すると。 で <coughs>、このようにですね、上下の包囲電極を、えー、に電導電性繊維を配置することで、わずか0 3 6ル、つまり現行の1 2、2%の除細電流で通電ができる。これがあの UT 波と研究所のシーズなんですけども、そのシーズと私たちのこの導電性繊維を編むという技術を組み合わせることで、えー、この、えー、無通性レベルで、 つまり意識化除細動を可能にする、えー、装置の開発を目指しています。まあ、これはあの意識化除細動という、まあ、意識を失う現在の治療から、えー、意識化早期除細動という、えー、パラダイムシフトを起こすということで、まあ、2000億円以上の市場が見込まれる製品になります、えー。私たちの使用メンバーを示します。私たちの強みは、えー、医療、ものづくり、 医療機器ビジネス、薬事、それぞれのエキスパートも揃っていることです。私は心臓外科医で多くの心臓手術をやってきましたが、大学教授としてこの研究を十数年行ってきています。佐々木はコンピューターミキに特化した医療ユニット製品の会社の代表でもあり、編み木の編み上がり、本製品の編み上がりの精度はですね、0.1%以下という、編み木メーカーが驚くような精度を達成してくれました。 杉山は外資系医療機器メーカーで重職を務めてきた医療ビジネスのエクスパートであり、飯田はですね、外資系メーカーでクラス4の薬事申請の経験があるものです。その他、臨床研究、中核病院を中心とした全国12大学がこの検証的知見に参加予定となっています。これまであの、競争的知見、この心臓ネット 重症心不全に関するものでも7億円、ICD に関しては7000万円ぐらいの資金を獲得し、この研究を行ってきています。検証的知見の知見費用、それから運転上司までの運転資金、システム構築、規格化改良のためにシリーズ C の8億円を予定していますので、ご支援のほどよろしくお願いします。私たちの思いは心不全や知死的不整脈に苦しむ多くの患者さんに、 普通の運動や日常生活ができるようになってほしい。まあ、これが私たちチームの切なる願いです。よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。皆様ありがとうございました、えー。ご質問ございましたらよろしくお願いいたします。はい、どうぞ。マイクお願いします。 これはの製,製品としてはですね、2つなのか1つなのか、つまり、えー、っと心不全と不整脈ですね。2> つ,です2つですね、はいはいで。それぞれに対して既存の製品は何かあろうかと思うんですが、それに対して先生の今あのなさっている開発はですね、どういう優位性があるのかお聞きできますでしょうか。はい、あのまずこれはの 最初の心不全の方のリバイスに関しては先行品があります。それはあのテーラーメイドではなくて企画品でですね、外科医が手術中にこう大きさを調整しなきゃいけないというものがあったんですね。で、それの問題点は2つあって、1つは外科医がこう適当にっていうか大きさを調整する。で、もう1つはですね、物質と差質っていうのはこう壁の厚みも違いますし、それからあの圧も違うと、そうするとですね、 動かないです。この輸出が圧迫されちゃってその必要な着圧を左室にかけれないという問題で結局中途半端な製品だったんですね。私たちの製品はその左室にはしっかり着圧をかけてその心臓の、まあね、拡大における壁の,その張力の過大な張力を抑える輸出に関してはしっかり動かして左筆側にしっかりその血液を送り込む。まあ、これを あの解決した製品ですで、えーそれ。それを達成するためにはその3次元モデルとその,その時の患者さんの圧その両方をしっかり勘案して設計するので、まあ、はめるだけで短時間で終わる、まあ、これがあの一番の特徴です。で今あの末期心不全移植と補助心臓装置があるんですけども移植っていうのはもう本当にドナーが出ないといけなくて毎年60名以下しか適用できない。今 900人近くが待っていて5年も待たなきゃいけないですね。ということは、製品,を、まあ、製品開発でいえば、製品を供給できないような状態に。もう一つの補助心臓装置については、装置だけで1800万して、毎年540万かかる。なのにその、出血だ、脳梗塞だ、あるいはこのドライブラインという,う、外とつながってますので、そこからの感染が起こる。非常にこう コスこれはそ,のそういうそこまでの悪くなる手前で行うことでそうならないようにするつまり末期心不全にいらなくてちょっと今日はスライドでお示ししなかったんですけども、まあ、対象するのは拡張型心筋症というその難病2万人の患者さんで,でそれはあの比較的高齢者が多いですから、まあ、この治療で生命保護、まあ、健康寿命が 5年から10年伸びれば、まあ、それで一生終わっていただける。まあ、そういうデバイスです。うん、でそあの電源は外部からや入れるんですか埋め込みなんですか電源は外部からああこれはで1番目は、ま、全く電源いらない。2>, いない2番目の製品は通常の除細動装置が、まあ、コンペティターというか競合品で、まあ、これはもう確立された治療法ですけども、8 0 0ト3 5ルっというのはとんでもないエネルギーなんですね。もうなんていうか。 馬に蹴飛ばされたような衝撃を与えると要するに3 5キロのものを1メートルの高さが落とすエネルギーなので,でそれは耐えれませんその意識下で耐えれないので意識を失う治療とところがこれは0.360という、ね、のはほぼ任用ができるレベルですのでそのすぐに意識を失う面治療ができる、まあ、そうするとその運転免許の停止っていうのことも必要じゃないですし 失職するということもなくなる。で、極めて手軽にですから、心筋障害もない。まあ、そういう点で、まあ、画期的な治療になるというふうに私たちは考えています。はい、はい、ありがとうございます。では、お時間参りましたので、えー、秋田様、どうもありがとうございました。はい、では、次のスタートアップに移りたいと思います。 えー、次は名古屋大学の PME 予防早期医療創生センターの准教授でございますあ、大山慎太郎様でございますでは大山様よろしくお願いいたしますあ、こんにちは大山ですよろしくお願いします あの、私、ちょっと何もかを紹介するスライドがなかったので、あの、口頭でちょっと、あの、私のご紹介させていただきますと、私、あの、整形外科がバックグラウンドなんですけども、ここ10年ぐらいは、あの、医療情報をやっておりまして、で、まあ、その融合研究を、あの、主に手掛けております。で、まあ、その中ですね、今回ご紹介させていただく、このメイボックス、あの、タイトルに優しい遠隔医療と、 高い患者体験を届けるというのがありますけれども、まあ、あの、まあ、皆さん遠隔医療のこのソリューションといっぱい出てると思います。で、あの、まあ、遠隔診療の需要が高まっていることと、あとは、まあ、非常にですね、その、まあ、社会背景的に、 こういった遠隔診療がですね、すごくコストパフォーマンスとかですね、あの、まあ、医者側から見てもですね、すごくその時間の効率利用として、あの、有効だっていうのは、ま、いくつかの文献も出てますし、あの、非常にまあ、それは、あの、ここ最近を見てですね、あの、まあ、あんまりそこに関しては疑問を抱かれることが少なくなってきたと思うんですけども、私ずっとあの、思ったのが、医療、遠隔医療っていうのはですね、どうしてもですね、 対面資料、診療の介護感みたいな感じで語られることが多いような、あの、そういった印象を抱いておりました。で、私たち、まあ、医師の観点からしても、患者さんに遠隔診療して、えっと、本当にその満足の高い診療を届けられているかっていうと、なんかそうじゃないんじゃないかっていうふうに感じることが多くてですね、でそこのギャップを埋めるための、まあ、あの、 まあ、あの、製品を、あの、今回、あの、ご紹介をさせていただこうと思います。で、まあ、あの、オンライン診療が、実際普及が進んでないというふうに言われてます。で、えっと、マイスベースで言うと、保険で言うと、だまあ、あの、0.04%ぐらいがオンライン診療って言われてるんですけども、まあ、その、えっと、原因としては、あの、よく言われているのが、保険点数が少ないってよく言われるんですね。まあ、それは、あの、 まあ、ある意味、正しくて、ある意味、間違っていて、それが直接的な原因というよりはですね、一般診察で行くと、あの、クリニック側は、患者さん来るとですね、診察するだけじゃなくて、検査したりとか、処方したりとか、処置したりとかして、点数がたくさんもらえるのに対して、遠隔診察っていうのは、クリニックにいる医師が、わざわざその時間を空けて遠隔診療をするっていうことが多いものですから、クリニック側としたら完全に、 えっと、まあ、損失にしかならないんですね。しかも、それにプラスして、システム導入費とかですね、システム利用料というのが患者さんに課されたりとか、委員が何かしらその回収をすることによって、 えっと、払らなきゃいけないので、まあ、あの、損しかないっていう印象が、まあ、あの、クリニック側にどうしてもあるっていうのが、まあ、一つの原因かなと思います。あとは、まあ、先ほどもちょっと話に上がりましたけど、対応診療科っていうのが、まあ、堂々と抱えられてですね、こういう診療はできませんとかね、あの、遠隔に適してませんみたいなのが挙げられてるので、まあ、今で言うと、あの、いろいろコロナで解除されてますけども、もともとはですね、限られた疾患しかできないというふうに言われてました。 で、まあ、例えばですね、皮膚科ぐらいだったら見れるだろうみたいなことよく言われるんですけども、実際は、あの、やったことあるとわかるかもしれないんですけど、受診さんのデバイスって決められないんですね。だから、カメラとか撮っても、いろんなその皮膚疾患の見え方しますし、受診する環境によっても、色味が変化したりとか、まあ、こういったことでですね、結局、問診しかできない。先ほど水野さんが言われたようにですね、診療じゃなくて診察しか、まあ、私からすると、も問診しかできない。オンライン問診だっていうのが、あの、現状のシステムになります。 他にもですね、まああの、例えばこのスマートフォン持ってって、自分のクリニックで、例えば、まあ、あの精神科の,あの、まあ、かかりつけに、それで診察を受けようと思っても、なかなかできないですよねあの。そういうデリケートな話できないですし、それからいろんな医療機器出てます、スモート医療機器出てますけども、じゃあスマートフォンとつなげて、そのデータを CG に送るみたいなことができる IT 技術っていうか、リテラシーに長けた人っていうのは、なかなかいないと。 私が今回、まあ、あの、提案させていただく名ボックスは、プライバシーに優れた快適な環境での、まあ、患者さんがすごく、こう、満足ができるような診療体験っていうのを届けるっていうことを目指しております。えっと、具体的に言いますと、こういった、あの、まあ、あの、素敵なボックスを用意してですね、そこの中にいろんな医療機器、まあ、その、その設置される場所によって必要な医療機器っていうのが、もう、レディートゥ o ゴーでですね、つながるような環境や、 それから、ちょっとま、地材の関係で、これはちょっとあの、まだ詳しく教え、あの、お話できないんですけども、独自のオンライン診療システムで、医師がですね、患者さんにその疾患とかですね、その説明をですね、正しく認識して届けることができるようなインターフェースを持つですね、オンライン診療システムっていうのを、あの、まあ、インクルードしてます。で、そういったことによって、患者さんが、あの、こういった素敵なボックスの中に入って、うん、で、診療を受けて、 えっと、かまあ、状況を理解した状況、あの、お医者さんからの説明をしっかり理解できるような、そういった高いペーシェンテックスペリエンスを実現する箱を、あの、作っております。で、まあ、あの、差別化としてはですね、まあ、今、先ほども申し上げましたように、指針が、あの、まあ、カメラとかですね、機器とかを使うことによって正しくできるようになったりとか、おの,おんなあの デジタル聴診機と連携してますので、聴診機を患者さん、こう、あの、インストラクションに沿って当てていただくことによって、聴診も可能になってます。また、これ、あの、ネットの事業で別にですね、あの、遠隔触診デバイスっていうのを開発してますので、これも、あの、これがかあの、完成した暁には、中で使えるように、えっと、連携を進めていく予定です。で、 医師もですね、あの、名古屋ガーデンクリニックというクリニックは、クラウドカルテで、えっと、24時間、まあ、医師がいるかどうかともかくとしてですね、あの24時間、どこでも、あの、アクセスします。私がここから名古屋ガーデンクリニックにアクセスして、患者さん情報を見ることもできるんですけど、そういうことによって、隙間時間を活用して、あの、診療時間じゃないときに、このボックスに入った患者さんに対して、えっとし、診療を提供できるっていうような、あの、仕組みを作ってます。で、 まあ、成長戦略ですけども、あの、現時点ではですね、ボックスは3個売れててですね、琉球大学医学部附属病院などの、あに売ってまして、あの、今後はですね、クリニック、いろいろ法的な規制もありますので、クリニックに置くことで、クリニックにお医者さんがいないようなタイミングでお医者さんが診察したりとか、その科が担当してない、あの、科の医師が診察するみたいなところから、 あの、ポックを始めてですね。さらには、あの、企業に置いといて、それで、あの、さっきの企業、まあ、なんていうんですかね。えっと、企業の方が、あの、事業員の方への、その、福利構成としてですね、事業員の方が診察に、あの、かかるとかですね、あとは産業医問診などをやる。そういった、あの、まあ、展開とかですね。あとは、あの、医療が提供できないような、あの、まあ、壁地の道の駅とかですね、そういったところの設置も見据えております。 で、まあ、遠隔診療における OS を目指していこうと思ってますので、いろんな遠隔診療のアプリケーションが出てく中で、そういった、あの、接続の、まあ、あの互換性とかですね、そういったことを意識せずにですね、いろんな、あの、プラットフォーマーの方が、あの、このメイボックスを通じて、あの、サービスを展開していただけたらな、というふうに思っています。えっと、私たちとしては、あの、ま、まだ、 1>, 1月に立ち上げたばっかりなので、メンバーはですね、社長しかいない、です。私の父が社長やってるんですけど、あの、まあ、今後ですね、特にテック系のメンバーですね、を、あの、ぜひですね、あの、まあ、ジョインしていただきたいと思ってますので、ご興味のある方は、ぜひ、あの、私にですね、アプローチしていただければと思います。あの、ご清聴ありがとうございました。 はい、大山様ありがとうございました。ご質問ございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。これ、イメージとしては、このボックスをいろんなところに置く、それとも移動して、こう行くんでしょうかあそうですね。あの、いろんなと,ところに置く、設置型ですね。ただあの、実は移動の話もちょっと出てて、まあ、そういったのにあの、興味のある会社様からもアプローチ向けてます、まああの。システム自体はどちらでもできるというふうに思っています。 どうぞご質問を、ね、マイクお願いします。あの非常なアプリケーションがいろいろ考えられると思うんですけれども、あのポイントは患者ファイルとです、ね、その患者ファイルのオーナーシップ、つまり医者ですね。 それをどういうふうにあの定型化するかということが大事かと思うんですね。で特にその、えっとまあ、あの医者にかかることに対して非常に心理的な,あのな,かな衝撃のある方とかあるいは物理的にですね生き,生きにくいとそういう方であってもオンラインで受けて その人の症状が、まず入り口での症状は何であるかということをまず明確にすると。で、それがファイル化されて、まあ、担当の医師がそれを持っていて、次にどういうふうになさったらいいですよというアドバイスをしていく、そういう流れかと思うんですが、そのどういうんか、ね、診察の流れに対して、このシステムはですね、どういうふうに動くのかですね、そのよう観点がちょっと聞こえにくかったんで。あ,ありがとうございます。あのまず、えっと と、多分おっしゃるのはその初心の流れだと思うんですね。で、まあ、基本的に患者ファイルができるのは一回どっかの医療機関にかかったことがある方だと思うので、そういう場合は、例えばその、名古屋ガーデンクリニックがバックエンドでカルテシステムや決済システムを持ってますので、そちらで作成していただいた場合は、えっと、続けてこちらで見ることができます。もちろんこちらが初心で、名古屋ガーデンクリニックの方に、その、一回も行ったことなくてもカルテを作るっていうことに関しては、 ちょっとま、法的なフローも含めてですね、確認をしてます。で、えっと、初心でチェックアップでスクリーニングなどをする場合は、あの、我々ですね、えっと、パーソナルヘルスレコードとの連携を、あの、考えてますので、まあ、なので、ま、患者さんが自分で、えっと、自分の情報を保持していただくっていうスキームでの、あの、患者情報の、あと、保持。我々は一時的に確かに診察の時はちょっと保持させていただきますけど、閲覧のみで、 えっと、私たちの中でストアするってことは、あの、考えておりません。えっと、ウェブから一問だけ、あの、ご質問です。企業なんかに置くときに、診療サポートする看護師さんは必要でしょうかえっと、それはすごくいいご質問でですね。あの、一応、置いていただくことは、あの、特に産、産業医用の部屋とかは、診察室とかは、多分、看護師さんも常駐されていると思うので、そういうところの代替で置かれる場合は、 多分、置いた、いただいた方がいいかなと思うんですけど、私たち将来的には、その、医療従事者が介在しないシステムっていうのを、あの、目指していますので、例えば、その、今、えっと、再撃灯って言ってですね、目のチェックアップをする機会、これも、あの、指導訓練士が基本的には操作することになりますけども、患者さんが自分自身で操作することができるような、あの、連携っていうのを考えてて、なるべくそこのを、ちょっと、オミットしてできる、できないかっていうふうには考えております。 はい、ありがとうございました。では、あのえー、大山様は、まあ、ここまでとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございましたあの。総合討論しようかなと思ってたんですがあの、それぞれのお話の質問が結構盛り上がりましたので、総合討論は、えー、やめといたしますが、せっかくの機会ですので、今日はあはステーション AI から3品していただきましたので、プレイステーション AI に入っているスタ,、えー、スタートアップもあれば、そうでもない、えー、ところもあったと思うんですが、 あの録者聞いていただいてぜひあのコメントございましたらよろしくお願いしますすみません最後無茶振りではいあのプレゼンテーションありがとうございましたあの本当に。 ま、愛知県でですね、えー、スタートアップ支援をする意味として、あの、先ほど私のプレゼンテーションの中でも申し上げたように、やっぱり医療っていうのを一つ、えー、注力テーマとしてやっていくべきだと思っておりますし、えー、その医療スタートアップのですね、レベルの高さっていうのは、あの、本当に、感じさせていただきました。あのー、ぜひちょっと今日、この後交流会の中で、 あのやっぱりとはいえ、医療スタートアップのならではの難しさというのはやっぱりありますので、あのステーション AI 含めて、まあ、愛知県も含めてかもしれませんが、まあ、どんなあの支援が必要か、どんな課題があるか、まあ、そんなこともです、ね、あのしっかりお伺いしていきたいなというふうに思います。あ、はい、ありりががととうううごござざいいままししたたさんもど はい、えー。では、あの、本日の、あの、プログラムとしては、一旦ここまでさせていただきまして、えー、事務局、リンク J の事務局にお戻したいと思います。お願いします。はい。ありがとうございます。ご視聴の皆様、ご登壇の皆様、誠にありがとうございました。あと、1時間半という、1時間ですね、半という時間が足りないほど質問が尽きない、興味深いプレゼンを、皆様ありがとうございます。はい あの、本ウェビナーに対するご感想または、あの、今後お聞きになりたいテーマや登壇者についてご意見ご要望をいただきたく、ウェビナー終了後に表示される、今、はい、オンラインの方には画面でもお示ししておりますが、そちらのアンケートにご回答いただき、あの、ご意見ご感想をぜひ、お聞かせください。皆様のお役に立つイベントを開催したく、ご協力をお願いいたします。はい。リンク J のイベント知らせメールを受け取りになりたい方は、あの、この後表示されます QR コードからご登録ください。 はい、それではあのリアル会場の方につきましては、これからネットワーキングタイムであります、オンラインの方々、ご視聴いただきまして、ありがとうございます。本日はどううもありがとうございました